はい、おはようございます。原田農園です。今日は7月26日ですね。日曜日です。昨日は仕事でですね、昨日一昨日と、雨がたくさん降っていてですね、ちょっと作業できてなかったんで、ちょっと収穫の、作業ばっかりになるんで、撮影してなかったんですが、また今日からですね、ちょっと撮影の方していきたいと思います。白ネギがですね、だいぶ、金額が、高騰してましてですね、まあ、うちも白ネギの、冬ネギの方ですね、冬ネギの方がちょっと半分ですね、半分じゃないな、3分の1ぐらい、水没したままに、まあ、降ってはやんで、降っては水が引いてという感じで、水没してしまってですね、3分の1ぐらい溶けてなくなってしまっていますという感じですね。白ネギちょっと高騰しているみたいなんで、直売所ですね、今2本で150円で販売しておりますので、今日もですね、300袋ぐらい、出荷の方しております。で、明日からまた、2日間雨が降りそうなので、午前中はですね、ちょっとネギを、しっかり取ってですね、明日の、出荷の作業の、まあ、準備をしていきたいと思います。で、今こちらベンリークロスですね、収穫して、まあ、刃先を切ってですね、切ってひっくり返しておくとですね、ドロドロの液体がですね、まあ圃場に、落ちてですね、あと調整作業の時に、まあ、そのドロドロの液体がつかないんで、まあ、汚れにくいということで、作業性がいいということで、こちらで圃場ですね、刃先を切って、まあ、ゴミもそこでいくらかなくなりますので、刃先のですね、カットして今立ててですね、立てて収穫が終わり次第軽トラに積み込んで帰るという感じに、しております。はい、ということですね、ちょっと収穫作業の方をやっていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今使っているこの包丁はスイカ包丁といってですね、スイカを切る専用の包丁みたいですね。Amazon とかで、Amazon、楽天で調べてもらったら出てくると思うんで、検索してみてください。これの方が切りやすいです。で、一度切ったらですね、このベンリークロスが緩みますんで、しっかりですね、また締め直してから、ひっくり返します。でないとですね、ひっくり返した時にネギが抜けて全部出てしまいますので、はい、こんな感じでひっくり返して入れておきます。はい、次行ってみましょう。はい、畝間がですね、結構草が生えてきましたね。ちょっとまた除草作業しないと、これから天気が良くなりますので、ぐっと大きくなりますので、除草作業は大変になりそうですね。はい、こんな感じで。サビとですね、黒斑がかなりひどくて、葉っぱがなかなか残せないんですが、ずっとですね、横を見ながら、あ、これは大きいなと思ったら、それを、抜いて、
収穫の方をしております。まあ、そういう感じですね。ずっと横を見ていって草もまあちょっと若干取りながら、これ太いなと思ったら手で握ってですね、太さを確認して大きかったら引っこ抜くっていう感じで、収穫の方しております。じゃあやっていきます。はい、今取り終えたんで、ベンリークロス6束ですかね、取りました。じゃあ今から帰って調整作業します。